の中ではマルコは、はいどうもひたまりです。今日も京都出てくる。はい、今回は結構時間が経ったということで、マルコのガチ評価をしていきたいと思います。はい、お前北真優お前80レベじゃん。いやキャラブーストも9マスしか空いてないじゃん。そんなんじゃマルコの強さ全然、いや80レベでも使ってて思うことはあるし、まあリーグで敵を100レベと相対した時にもまあ思ったことはいっぱいあるんで、そういうところを話していけたらなと思います。はい、最後、まあ、その解説が終わった後に、まあ、リーグ潜って、まあ、新キャラのエースとマルコを、まあ、お互いいい点を見つけ出して解説しつつ、まあ、リーグに潜っていけたらなと、比較していけたらいいなと思います。はい、ということでね、やっていきます。はい、僕の中ではマルコはジョーの下ぐらいだなと思います、正直言うと。はい、でなぜ正直ジョーの下位かというと、まあ、やはりゲッター感がちょっと少ないのかなって思います。はい、せっかく、まあ、この役職がゲッターなのに、このいきなりキングが取れねえだろうよ、回復スキルで、まあ、裏取りもできるのに、この特性がやっぱ噛み合ってないんですよね。まあ、例えば、まあ、脱出速度がついてなかったり、他には自分がいるオートカレーに味方がいるとき、スキルのクールタイムがこのスキル2ですね、これ。こちらが、まあ、短縮されるんですけど、これがちょっとね難しいっていうか、まあ、ゲッターとしてはどうなんだっていう、この役職がディフェンダーとかで特性がディフェンダーなら結構いいとは思うんですよ。自分の防御力が上がったり、自分のお互いで戦った時、まああれが防御力がアップする、そして回復スキル持ち、そしたらめちゃめちゃ強かったんですけど、あのゲッターでこれはちょっときついかなと思います。で裏取り行った時もこのアタックスキルは吹っ飛ばし効果がないので、来られたら怖いんですよ。来られたらもう勝つしか多分できないんですよね。まあ、なので吹っ飛ばせることができなくて、で通常もちょっと他の優秀なゲッターよりは距離が短くて、そこがまたちょっと残念なところかなと思う。しかしこのスキル1はすごいいいと思うんで、まあ、正直な、まあ、ランクで言うと、まあ、女王の下なのかなって思います。はい、まあでも女王の女王っていうのは、まあさあ、さあとか言っちゃったけど、昨日の動画で挙げた、まあ、4校で、ジョーの中っていうのが、まあ、ジンベイ、カタクリ、ワゾロとか、バウンドマンとか、そこら辺が入ってくるのかなと思います。そういうキャラに比べたら、まあ、1段階下がったジョーの下ぐらいかなと思います。はい。で、まあ、しかし、この言うてスキル1は、まあ、回復スキル味方に回復できたり、まあ、そういうね、いいところはいっぱいあるんですけど、まあ、やはりそこまで強くはないのかなと思います。まあ、でもしかし、ランカーさんたちにとっては多分マルコはあまり強くないんじゃないかなって思います。マルコ使うぐらいだったらドフィーとか、まあそのさっきの紹介してきた、まあ、4キャラを多分使うと思うんですね。まあ、だからしかしやっぱダッシュ速度がついてればまた別の話だったんですけどね。であと自分がいるときお互いに味方がいないときスキルに送るタイムが短縮だったら結構ゲッターとしてはよくて、まあ、さらにこっちのスキル2も吹っ飛ばしスキルがあればすごい強かったんですけど、いやーちょっとね物足りないんじゃないかなと思います。サポートするにもちょっと火力不足、回復しても例えばその2対2で戦うとするじゃないですか、そしたらマルコいてもあんまりって感じじゃないですか。まあ、こちらすぐ倒せるんで多分スキル相手のスキルをキャンセルできたりそこら辺はするんですけど、まあそういう風に見てもやっぱり僕の中ではジョーの下っていうのが妥当な判断かなと思います。はい、なので今回のガチャは今回今来てるステップアップガチャ、多分僕ステップアップガチャは引いちゃったんでないんですけど、このマルコのステップアップガチャはとりあえず黒ひげまでは皆さん、まあ、我慢した方が、黒ひげわかんないけど、とりあえず1周年キャラで予想されてる黒ひげ、まあ1周年なんで多分ぶっ壊れが来るんですね。この21日までなんで、21日にバウンティフェスは切り替わるんで、そこで多分マルコかな、待った方がいいと思います。そこまで焦って引くようなキャラだと、そのバウンこっちのね被験のエースじゃない、海賊王の息子ポートガス D エースがめちゃめちゃ強いんで、マルコに比べたらやっぱエースの方が全然強いです、正直。なのでそこら辺が僕の中でガチ評価だと思います。まあ、しかし、まあ、別に弱いってわけじゃないんですよね。まあ、私使いようによっては強いんですけど、ちょっと難しい、まあ、初心者にはちょっと難しいのかなと思います。サポートしたり状況判断だったり、まあ、マルコはそういう面では強いかもしれないですね。まあ、魚人島とか、まあ、ステージによっては、まあ、強いと思います。飛べる裏取り簡単にできそうな
キャラだったら、まあ、相手は注意を引かなきゃいけないし、まあ、結構きついかもしれないですけど、いかんせんもし相手の1陣とか2陣とか取れても守る能力があまりないんですよね。エースとかはカウンターとか、まあ、ドフィーは無敵スキルで逃げられたりするんですけど、ですね、やっぱマルコは守る能力、裏取りしても守る能力がないんで、キザルみたいに吹っ飛ばすスキルもないんで、そこら辺本当に難しいのかなと思います。だから僕はね、ちょっとジョーの下っていうのが正直ダウ、まあ正直な評価ですね。まあ10点満点だったらまあ8点ぐらいかなと思います。はい、ということでね、マルコはこんな感じの評価になりました。はい、とりあえずリーグ行くんですけど、皆さん対戦よろしくお願いします。まあ、マルコのいい点としては、まあ、こっから魚人島だとプレッシャーをかけられるんですよね。ここをとりあえずマルコで取って相手は裏取り警戒しなくちゃいけないんで、まあそこをね、まあ、キャラによっては相手の1陣目とか行ってもいいと思います。ナイトメアなんで多分絶対勝てないので行かないですけど、うん、まあでもエースの方が優秀だよな。あー、やばい、エースカウンターが優秀なんだよな。マルコもワンチャンカウンター来ると思ったんですけど、これ裏取り行きますね。こういう時に裏取り行くとマジで楽しいマジで楽しいです。これは強いです正直。まあでも取ってこれ敵のその裏取りのタイミングを伺わないとダメなんですよね、これが。まあしかしこれ強いよな、裏一気に取れちゃうんだもんな。これは多分ねいいんですよね。まあでもどのステージでも刺さるのが、なんだろうな、どのキャラだろう、うん、あ、エースとかドフィーなんですけど、うん、マルコはまあこういう魚人島とか渡れるところだったら刺さると思います。ここ2陣目取った方がよかったな。こういうノーフェイクでこのスキルは早いんでいいんですよね。まあしかしここで逃げよう、こういう逃げるっていうのも作戦ですね。でこういう時に旗 C 旗取れそうになったらこうやって C のところまで戻ってあげる。そしたら一気に取れるんで、あ、やべ、アップねー、危ないけどこうやって取れたんで全然いいと思います。まあこういう使い方なのかなって。まああとは、まあ、状況がこうやって整ったらこうやってここの味方のカバーをしてあげるとか、さっきは負けてたんであれだったんですけど、ナイス、うわ当たった今はい、じゃあ次はエースを使います。まあエースは正直化け物本当にエースはやばいっす、本当にね。エースとドフィーはもう多分今後ずっと残ってくキャラなんだろうなって思いますね。まあここら辺で遠征、あ、ミスったわ、これはすごいミスです。でここで裏取りするんですよね。裏取りのタイミングはここベストだと思います。相手も裏取りしてるんで、ここでちゃんと裏取りをして、まあここ守れるんですよね、マルコとかに比べて。それが強いっすよね、こうやってマジで強いっす。多分僕ずっと守る、あ、ここ任せていい、本当に。おっと、これが強いっすよねマジで本当に強い。多分ここずっと守りきれます。そういう点ではやっぱ他のあのマルコとかに比べていいキャラなのかなと思います。いや強いな、あ、アップね、え、待って今倒れてるじゃん。いやこれはちょっと守りきれたと思うんですけど、これは正直無理っすよ。そんなこと今みたいなバグがあったら、まあ、正直無理なんですけど、まあ、多分絶対普通バグがなかったら守りきれてたと思います。ありがとうございます。はい、ということでね、マルコのマルコとエースを比較しながらやってきたんですけど、まあまあゲッターとして優秀なのはまあエースかなっていうのがありますね。正直守れる、裏取りして脱出速度もついてる、プラスカウンターもある、まあ吹っ飛ばしスキル、まあそういうのもあって、エース君、あ、いた、エース君ですね、スキルが優秀で、まあしかも脱出速度が速いんですよね。体力 70% で脱出速度が 50% 増加するっていうところで、まあ体力が 70% あるときは裏取りして、まあ相手の、まああとカウンタースキルが敵を燃焼にしたときに、これじゃないです、カウンターですね、燃焼にした時にスキル1のクールタイムを 20% 短縮するんですよね。もう結構カウンター早く打てちゃうんですよ。ただでさえでも30秒なのに、30秒でさらに短縮ついたらもう結構すぐ使えちゃうんですよね。まあだからそこら辺が強いと思います。でスキル2を使う時15秒間移動速度が 10% 増加するみたいな、まあ遠征使って、まあ、中央に打ったら、まあ、裏取りするみたいな、そういうのも全然あると思います。正直通常が優秀すぎますマルコに比べて。はい、ということでマルコもいいところはあるんですけど、まあ、正直僕がおすすめするのは、まあ、ドフィー、
まあ、エース。まあ、エースはミドルゲッターっていうのもあって、まあ、マルコ赤ゲッターなんですけど、いや、でもなドフィーいるしなって多分思う方いっぱいいると思います。まあ、ゲッターで最初ドフィーで裏マルコっていうのもあると思うんですけど、まあ、ドフィーいるしなって思っちゃう方も多分いると思います。だから僕は、まあ、正直、ジョーのゲ、80点ぐらいだと思います。80点、100点満点中80点ぐらいだと思います。はい、ということでね、皆さんもね、ぜひよかったらマルコの上手い使い方とか、まあ、ぜひコメントで、お待ちしております。正直僕も正直まだ4日ぐらい、まあ、5日経って、まあ、リーグ潜って自分なりに戦ってみて、で相手のやつも分析してみて、まあ、こんな感じになったので、はい、皆さんもぜひよかったらコメントで教えてください。ということでね、今日の動画は終わりにします。よかったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。